日の本の国、幕府衰退により方々で勢力が崩壊し、時代は群雄割拠の乱世と突入した。そんな中、肥後、明石、尾張、武蔵、相模の国にて各々決意を胸に立ち上がった者の二人だった。混沌の時に輝かんとする五色の妖精、本流に抗う五つの魂、これより歴史が始まる。